ペンシルベニア州の公聴会がすごいことになってました。皆様、いつもありがとうございます。非イズル国 TV のお時間です。今回のお題は、公聴会の会場が騒然とについてです。一旦はバイデン勝利と報じたペンシルベニア州では、その後とんでもないことになってました。まずはペンシルベニア州の公聴会での1分25秒間の実際の映像をご覧いただき、前回あまりにも YouTube の自動翻訳がポンコツすぎたので今回は翻訳なしですが、映像の最後の会場が騒然とする部分に注目してご覧くださいませ。So at the very, the very beginning of the,、the chart where there's a circle, it says on election day,、what that indicates is there is a spike in、loaded votes, 337,000 plus or minus of some votes that were added in there in one big batch. So that was a, an anomaly in the reporting. Normally you would expect to see a smooth curve going up, not any,、Not any big spikes.、that's kind of what Greg was talking about, the anomalies of loading and、uploading those votes. So that big spike that、occurs there is a prime indicator of fraudulent voting. And that's 604,000 votes in 90 minutes, is that right? Correct. This is 337 votes, 337,000 votes in that,、in that period of time.Yes. And when you look at this entire curve with all these spikes, can you calculate how much of a vote that accounted for Biden and how much for Trump? Close to 600,000. I think our figures were about 570 some odd thousand that、all those spikes represent over time. For Biden? Correct. And how much for Trump? I think it was a little over 3,200. この公聴会の様子はライブ映像で公開されたみたいですが、映像の後半をざっくり説明すると、60万票のうち何人がバイデンに行きましたか？私たちの数字は約57万だったと思います。そしてトランプのためにいくらですか？3200強だったと思います。という感じで、その後会場が爆笑に包まれたという内容です。この話のいきさつは、開票当時トランプ氏が60万ほどリードしていた時点で、夜中に届いた投票がバイデン氏57万、トランプ氏がたったの3200票だったということで、バイデン圧勝じゃんというコメントもあれば、 90% 以上がバイデン氏というのは確率的におかしくない？という感じでネット上でも話題になってますね。確かにこれではいくらバイデン氏がコロナ対策のために支持者に対し直接投票会場に来なくても郵便投票で OK と言ったとしても、この割合の差は本当にあり得るんでしょうか？このような結果、ペンシルベニア州の裁判官がバイデン勝利とした選挙結果の認定を停止させたという状況です。またジョージア州ではこんな話も入ってきてます。ジョージア州では現在2回目の再集計が進行中ですが、ブラッド・ラフェンス州務長官はこれまでのところ署名を確認しろという知事の要求を拒否しています。署名を比較するのは簡単なようですが、どうしたのでしょう？第3巡回区控訴裁判所により現在控訴されていますが、先日トランプ氏がジョージアは即座に逆転できる、署名を照合しろと言ってたみたいですが、確かにそれを照合しないと再集計しても意味ありませんよね。そもそも正規な投票かどうかを確認するための再集計なんですから、いくら時間がかかったとしてもやるべきだと思いますし、それをしなければ何か照合されるとまずいことでもあると思ってしまいますよね。その後もアリゾナやウィスコンシンでも新たな疑惑が出てきて、軍事弁護士となったシドニー・パウエル氏が怒涛のごとく突き進んでいるので、今後の動向が気になって仕方ありません。また日本国内では DHC テレビの先日の虎ノ門ニュースで、皆さんもすでにご存知の方も多いと思いますが、常念司氏とケント・ギルバート氏がしきりに、もうトランプさんもここで引いてバイデン氏に譲った方が
今後の共和党のためにもいいんじゃないですか？みたいな感じで話していたのを私も見ましたが、番組内ではトランプ氏が次の大統領選にも出るという話を引き合いに出して、実際トランプ氏はこの大統領任期中に今まで誰も成し得なかった中東での和平合意に貢献したり、北のキム・ジョンウンさんと会談したり、すごいことを成し遂げたんだから、このいいイメージのまま引いた方が次の大統領選には有利になるはずと、いつもなら圧倒的な高評価が多い虎ノ門ニュースなのに、この度はこんな感じで低評価の方がダントツでしたね。まあ今回ばかりは私も思わず例に漏れず、そもそもいくらトランプさんが敵も多く作ったとしても、バイデン氏が米国史上最高の8000万票獲得なんて信じられませんよね。いずれにしても考えうる司法での判断をとことんやっていただいて、疑惑を疑惑のまま残さずに決着をつけるのが一番ですね。ではたまには気分を変えて、今回の最後はおまけでうちのトラをご覧くださいませ。以上、シドニー・パウエルさん、頼りにしてますからね。